まずお前は長命種で寿命がもともと長い種だって可能性がある。そうじゃなくたって他にも寿命を伸ばす方法はあるはずだ。ち、一体誰にそんなことを吹き込まれたんだい。召使いか。僕に汚名を着せるためにファトゥスの言葉まで借りたというのかい。呪い。神の気配は呪いに似ていると常々思っていたが、今思い返せば神とは関係のない単なる呪いの気配だったのか。やっぱりルビレットも気づいてたのか。フリーナ様がただの人間。人と神、確かに見た目だけでは分かりませんからね。そういう可能性もあるでしょう。まだ喜ぶには早いよ。たとえ僕が呪われた身だとしても、だからといって必ずしも人間だということにはならないだろう。それに人と神の最大の差は権能にある。神は人間にはできないことができる。だから神と呼ばれているのさ。このフォンテーヌの地には数百年の間に僕が成し遂げた神の技が数多く存在している。例えば今君たちが目にしているこのユシサイテイカーディナルや、皆の日常生活に欠かせない立証混合エネルギーだ。すでに明確な答えを出したはずだ。神の決断というのはもともと凡人が理解できるようなものなどではなく、まして説明する必要もない。待ちたまえ、フリーナ被告。君が置かれているこの状況を今一度理解していただきたい。法廷では審判そのものが全てのものよりも優先されなければならない。神である前に君は本日の被告人なのだ。審判の規則に従い、己の把握する情報を正しく述べることができないのであれば、状況は君にとって非常に不利なものとなる可能性が高い。そんな口実を使うなんて。口実などではない、フリーナ被告。これはあらゆるものが尊重すべき法廷の規則だ。つまりタルタリアが有罪判決を受けた理由も、さらにユシ最低カーディナルの構造と原理すら実際お前は分かってないってことだな。お前が言ってた神の技だって実は本当の水神が成し遂げたことなんじゃないのか。本当の水神？そんなものいるわけがないだろう。僕は確かに孔子の件の理由を詳しくは把握していない。孔子の有罪判決はユシキが一方的に下したものさ。あれは生み出されて以来ずっと独立して機能し続けてきたんだから。神の造物に欠陥があったからといって神までもまがいものだと言うなんて不合理にも程がある。まだ奇弁を言うのかよ。ユシキはフリーナのものじゃないって証拠をオイラたちが出せないって確信してるみたいだな。神の力だって？観客席に一般民衆がこれほどいる中で神の力なんてものをむやみに使えるわけ？必要ならば私が観客席に結界を張ろう。そこまでする必要が。
僕は、その…水神のくせに、神の力どころか水元素力すら操れないのかよ。立証混合エネルギーだ。そう、立証混合エネルギーのせいだ。神の力は信仰に由来するが、フォンテーヌの民たちの正義に対する信仰は全て僕が立証混合エネルギーに転換しているんだ。皆の暮らしにエネルギーを提供するため、僕は神の力を全て法的したんだ。さあ、僕よりも無視なる神など一体どこにいるというんだい。それはさすがに強引すぎない？そうだよ、どれほど民思いだとしても力が全部なくなるわけがないだろう。力を全く持たない神なんて果たして本当に神と呼べるのか。フリーナの説明じゃ民衆たちは認めてくれないみたいだぜ。そんな、みんな、そんな疑いの目で僕を見ないでくれ。僕のことが好きだっただろう。僕は変わらずあのフリーナのままだよ。君たちは僕の味方になってくれるはずだよね。僕の味方に。この告発が本当だとしたら確かに重大な事件だ。私たちだけじゃないよ。私の親や死んだおじいちゃん、それよりもっともっと昔の人たちまでが全員フリーナ様に騙されてきたってことでしょ。やめてくれ、もううんざりだ。ならば言ってみるがいい。僕が神でないとすれば、本物の水神はどこにいる？本物の水神が存在する証拠もなく、僕以外に水神だと名乗り出る者もいない以上、僕じゃなければ誰が水神だと言うんだい？こんな理屈があるなんて。どう反論すればいいんだ。フリーナのやつ本当に諦めが悪いな。常識だよな。あ、まさか。あくまで自分は人じゃなくて神だって言い張るんなら、少なくともあんたがフォンテーヌ人じゃないって証明できる方法が一つあるよ。以降法廷での発言は申請をしてからにしたまえ。たとえ旅人の相棒でも臨時代理人としての資格が不可欠だ。悪いね、審判官様。あんたの規則を破るのもこれで最後だって約束するからさ。実はボア村長から海水を少し持ってきたんだ。ボア村長で起きたあの災害のことはみんなも知ってると思う。たくさんの人がこの海水に溶けていってしまった。私の一番の親友たちもね。さてフリーナ様、ボア村長のこの海水に触れる勇気はあるかしら。理屈から言えば神であるあんたはこんな海水に触れたところで何の影響も受けないはず。それどころか身分を証明できる何よりの証拠を手に入れられるってわけ。逆に試す勇気もないならあんたの嘘は破綻するでしょ。ただ一つだけ忠告するよ。これ以上人が海水に溶けるのなんかもう誰も見たくない。だから無謀な動きだけはやめなさい。自分の罪を認めた方がずっと楽だと思うよ。スピナディロースラのナビア。スピナディロースラはポア村長をずっと管理してきたんだから、彼女なら確かにその資格はあるかも。もしもフリーナ様が人間ならフォンテーヌ人の可能性が極めて高い。このまま罪を認めるのか。フリーナ被告、
これはあくまで原告側の一方的な主張であり、通常の審判におけるプロセスには含まれない。断る権利は君にある。審判官様がそうおっしゃったところで、この実験を断れば自分は神じゃないって認めたも同然だろう。海水をじっと見つめるばかりで一言も発せられないとは、本当に怖がっていらっしゃるのだろうな。ならばやはりこの方は。どういうこと？フリーナってもしかして本当にこんな展開になるなんて想像してなかった。この思考の危険性を踏まえれば、フリーナ被告、従う必要など。うわぁ、ちょっと、僕は大丈夫だ。ほら、見てくれ、僕の手は無事だ。僕は解けなかったぞ。これで信じてもらえただろう。僕は正真正銘神なんだ。海水に溶ける普通の人間なんかじゃない。本当だ。シグウィン殿は、至急シグウィン殿を呼んでくれ。シグウィン、ほら、緊張しないで、すぐ終わるから。どれどれ、見せてちょうだいね。うん、もう大丈夫だよ。シグウィン殿、検査結果を聞かせてもらおう。ご覧の通り、フリーナさんの皮膚の状態と息切れの症状から判断すると、彼女は原始大海の水による影響を受けてると思うのよ。ロー濃度の大海の水に接触した普通の人間と一緒くらいね。感謝する、シグウィン殿。さて、フリーナ被告も元の位置に戻ってくれたまえ。どういうことだ、今なんて言った？僕は大海の水に溶けなかったぞ。これでも証明にならないと。最初は確かにボア村長近くの海水をそのまま使おうとした。なぜならあんたはきっと今までのように逃げる選択をするってみんな予測してたからね。でもみんなで話し合った結果、やっぱり低濃度の人間を直接溶かすことはできない水に置き換えることにしたの。だって万が一予想外の状況があったらって考えたら、人が大海の水に溶ける光景なんてもう誰も見たくないもの。だから低濃度の海水を使って看護師長にも検査してもらえるようにしたんだな。その方向で決めておいてくれてよかったぜ。じゃないとフリーナのやつ今頃きっと。そんな、まさか。聞いて、ねえ聞いてよ、これ以上そんな冷たい目で僕を見ないで。今のはなしだ。神であれば原始大海の水の影響を受けないなんて君たちにだって証明できないことだろ。それにだ、もし僕が本当にただの人間だとしたら、あの海水に手を差し込む勇気なんかあるわけないじゃないか。僕の話を聞いてくれ、頼むから聞いてくれよ。僕は本当に神なんだ。はあ、これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。この状況じゃフリーナが何を言っても無駄だよな。どうやら結論は出たようだ。異議がなければ判決に入る。
これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。神じゃないだって。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。最高審判官の名において判決を下す。フリーナは人でありながら神を装い民衆を欺いた。有罪だ。では輸出裁定カーディナルに最終判決を下してもらう。輸出裁定カーディナルの審判結果によると判決は、どうしたんだ判決は。いや、輸出機による判決も同じく有罪だ。だったらいいじゃないか。ただその内容はこうだ。水事有罪死刑。死刑だって。死刑なんて本当に存在してたの？ただの噂だとばかり。史上唯一の死刑判決が私たちがずっと神だと思ってきたものに下されるなんて、これ以上ドラマチックなことがあるか。ユシキがフリーナに死刑判決を出すなんて。審判でちょっとびっくりさせてから真相を聞き出そうとしただけだったのに、なんでいきなり死刑判決なんて出るんだよ。この判決は確かに妙だ。今までのフォンテーヌの正義に対する定義や審判の基準から考えれば、彼女の罪は果たして死刑レベルに達するものだろうか。そうだぞ。連続少女失踪事件の黒幕だった馬車にさえ死刑の判決は出なかったんだ。いかにも彼女の罪がそこまで深刻とは思えないということもあるが、そもそも今回の審判のテーマはフリーナ殿が水人ではないことを証明することだった。ユシキはあえて水人という呼び名で判決を下していたが、これは一体何を意味しているのだろうか。そのごめん邪魔して悪いけど、審判の進捗はどうかな。フレミネ、やっと来てくれたか。任務を見事クリアしたみたいだね。うん、お父様の任務は最優先事項だから。これって予言の石板か。まさかこれが失われた一つ目の予言の石板なのか。召使いが裏でフレミネに石板を探させてたんだな。あちこちずっと探してようやく海底で見つけたんだ。危険な水域を避けるのにもだいぶ時間がかかって。あれ、ちょっと待って、あなたたちの方の審判はもう終わっちゃったの？じゃあ僕は遅かったってこと？いけない、お父様を失望させちゃう。ご苦労だったフレミネ殿。石板を見せてもらえるかな。うん。旅人、君も他の石板を目にしたことがあるだろう。一緒に確認してみてくれ。なるほど、これで私も水人の罪について把握できたと思う。
フォンテーヌの失われた歴史に関わってくることだ。あれ？水神の罪って民衆を騙して、いや違う、それはフリーナの罪だもんな。あいつが水神じゃないってことはすでにオイラたちが証明したし、つまりお前の言う水神ってまさかフォンテーヌの本当の水神のことか？実際この4つの石板に書かれている内容は、君たちがフォンテーヌに来てから経験したことと多かれ少なかれ関係があるはずだ。今の君にどこまで理解できるかはわからないが。そうだな。他の石板には何が書いてあったんだっけ？オイラも一緒に思い出すぜ。お前が言ってた通り、昔の水神が神の力を使って純粋精霊を人に変えてる場面っぽいな。つまりフォンテーヌ人はもともと純粋精霊だったってことか？びっくりだよな。もしかしてその力って逆方向にも働いたりするのかな。二つ目の石板だ。空に浮かぶ天空の島に向かって水神と民がひざまずいてるみたいだけど、それでも結局天空の島は彼らに罰を下したみたいだな。これは水神とフォンテーヌの民が原罪を与えられた時のことだろうな。ってことは原罪とさっき言ってた水神の罪って同じものなのかな。三つ目の石板だ。水神が海に沈んでその周りをたくさんの人たちが囲んでるな。海に沈むって言えば、オイラたちは目の前で人が海に沈むのを見たんだよな。四つ目の石板だぞ。フォンテーヌの奴らがみんな噂してるあの予言だな。人々が海に溶け、水神がカムクラで泣いてるとかって予言だ。そんな世界の終わりみたいな厄災が本当に起こるのかって、最初はオイラたちも半信半疑だったけど、あの一件以来、それが現実になるのは時間の問題だろうなって気づいたんだ。連続少女失踪事件の真相からフォンテーヌ人は原始大海の水に溶けることが分かった。でも一つ目の石板に描かれた絵を見る限り、その昔水神の神の力によって純粋精霊は人間となった。フォンテーヌ人が溶ける理由はそれなのかも。
そうじゃないと思うぜ。やっぱりもう少し考えよう。目の前の出来事は今までの歴史上でも起こったことがあることなのかも。ヌビレットが言ってた水神の本当の罪、そして石板の絵にある天空の島が水神とフォンテーヌ人に下した原罪。海に落ちるなんて簡単な話じゃない。ナビアが海に落ちた後、意識の中では審判が行われてた。石板の絵では海の中にいる水神を人々が囲ってた。それも似たような出来事を象徴してるってこと？石板に書かれた予言はとっくに巷に広まってるけど、当初は信じる人も少なかった。メロピデ要塞の大海が噴出したことと、フォンテーヌ人が大海の水に溶けるっていう事実、予言が実現する可能性はかなり高まってきてる。もしあの時すぐに対処してなかったらどうなってたか想像もつかない。人は原始大海の水で溶けるけど、その後は消えるわけじゃなくて、大海の流れによって集まって純粋精霊に戻る。法廷では水神に死刑の判決が下されて、みんな驚いたよな。やっぱり水神の罪はフォンテーヌの原罪なのか。ナビアの奴は遺跡で足を踏み外して海に落ちた時、危うく溶けるところだったんだ。ナビアは意識の中の法廷でポワ村長の人たちに囲まれて、あそこに引き止めるための裁判にかけられちゃってたんだよな。メロピデ要塞の原始大海噴出災害は予言が間もなく本当になるってことの一番わかりやすい証拠だった。やっぱりきっと近いうちに現実になっちゃうんだろうな。予言の石板に書かれてることは最近起きた一連のことでもう証明されちゃってるぞ。いろいろ結びつけて推理したらいろんな真相がわかるかもな。なるほどな。お前の言いたいことは分かったぜ。そういう風に解釈するんだな。もしそれが正しいなら、オイラたちはとんでもない結論を出してしまいそうだぜ。言ってみるといい。お兄ちゃん、あっちはなんだかとんでもない話になってるみたい。僕たちが本当の人間じゃない。すべてのフォンテーヌ人はかつての水神が純粋精霊を元に作ったものなんだ。その証拠にフォンテーヌ人だけが
原始大海に溶けちゃうだろ。それに失踪した少女たちも純粋精霊の姿になってた。そうだ、それにナビアも言ってたぜ。溶けちゃいそうな時に夢、つまりあいつの意識の中で行われてた審判ではみんなが純粋精霊になってたって。ああ、そうだな。一つ目の石板の延長線ってことから考えると、きっとまさに勝手に人間を作ったってことが天空の島の怒りに触れたんだ。ってことは由樹の水神に対する有罪判決も水神がフォンテーヌ人を創造した罪を指してるのかもな。水神の本当の罪は私たちを作ったこと。そして本日の歌劇場ではフォンテーヌ人が水神を審判しようとしている。歴史こそ最もドラマチックなものなのかもしれないな。うんうん、この絵はナビアが海に落ちた時の状況と結構似てるしな。多分だけど4つ目の石板にある予言が起こった後に水神も海に沈んでいったって様子を描いてるんじゃないか。人々は皆海の中に溶け、水神は自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。おいらちゃんと暗記できてるよな。なかなかの推理力だ。現時点で把握できている情報からそれほどまでの推測を立てられるとは実に見事だ。しかしこれらの石板には肉眼で見える情報以外にもとあるエネルギーによって刻まれている隠し情報がある。遺跡でもその情報を読み取れるかどうか試してみたのだが、一つ目の石板が欠けていたせいで完全な情報を解読することはできなかった。全ての石板が揃った今もう一度読み取ってみることとしよう。うまくいけばじきに真相は明らかになるだろう。この真相はフォンテーヌの民にも知る権利があるだろう。私から説明させてもらう。フォンテーヌ人の起源と水神の罪について、君の推理は全く正しい。全てはフォンテーヌのかつての水神が眷属たち、つまり純粋精霊たちの陸上で暮らしたいという渇望を感じ取ったことから始まる。純粋精霊は人間に憧れ、その美しさとロマンに魅了されていた。人間になることが純粋精霊たちの願望だったのだ。しかし水は生命と深く関係しているとはいえ、俗世の七七星としての水神は人を想像できるほどの権能などは持っていなかった。そこで彼女はある方法を思いついた。この星の原始大海の力を盗むことで純粋精霊たちを人の形にし、さらにそれらの血管を使って原始大海の水を体内に包み込み疑似的人類を作り出したのだ。そんなフォンテーヌ人が再び原始大海の海水に接触すれば、体内の力は束縛を解かれて大海に帰還する。つまり形態は溶解して純粋精霊の姿に戻る。無論水神の人を創造するという行為は天理からの許可を得たものではなく、故に水神やフォンテーヌの人々は昔からずっと原始大海の力を盗んだという罪を背負ってきた。これこそフォンテーヌ人の起源だ。あなたも、私も、私たちは全員純粋精霊からできた人間ってこと？情報量が多すぎる。審判官様の話は一旦忘れよう。そういうことなら水神に死刑判決が下されちゃいかんだろう。
あの方は俺たちの創造主なんだぞ。確かにフォンテーヌ人にとっては衝撃的すぎる話だよな。でもいろんな疑問に対する答えも出たな。3つ目の石板への推測に関しては正しくなかった。順番間違いなどではなかったからだ。肝心なのは、石板に書かれた水中の人々は人間の姿であり純粋精霊ではないというところだ。人々は妖怪していない。つまり絵にある水は原始大海の水ではない。正義と審判の国であるこのフォンテーヌは同時に水の国でもある。絵の中の水は実は正義と審判を意味しているのだ。ナリア殿の経験も含めて考えよう。海に落ちた時、意識の中でナリア殿は人々に囲まれ、とある審判にかけられていた。つまり三つ目の石板に書かれていたものは、人々が法廷で水神の罪を審判する場面だ。そう、まさに今この瞬間に起きていることだな。あんたたちの言いたいことは分かった。予言通りのことが起きるのを避けるためにこの審判を計画したはずなのに、私たちは実際一歩ずつ予言通りに進み続けて自らそれを実現しようとしてるってことね。どうしよう。予言は必ず現実となる。これが運命から逃げられない感覚か。そういうことなら4つ目の石板にあることももうすぐ実現しちゃうんじゃないのか。旅人、君の推理には実はもう一つ小さな誤りがあった。四つ目の石板に関して、君はメロピデ要塞の原始大海噴出災害がその証明になると言ったな。だが私は、あの噴出は証明などではなく、ほんの兆しに過ぎないと考えている。災いを導く本当の根源を、君はもう目にしたことがあるはずだ。今回の噴出災害はかすかな兆候に過ぎない。災難をもたらした元凶を探さねば。夢であり、また現実でもある。元凶の可能性があるやつなんて大会の中のあいつ以外にいないだろ。真相、現在、審判、それから災いの根源。
危なかったな。なんでいきなり歌劇場から飛び出てきたんだ。もしかしてあれが前にお前が夢で見た巨大なクジラか。やっとヤツと顔を合わせることができたな。ヤツがここに現れた理由なら十分承知している。あのクジラはテイワットに属さない。涙を流しながら星々を往来する化け物だ。奴はこの星の大海エネルギーを貪り飲み込んでどんどん大きくなっている。これが海面上昇の主な原因だ。だが大海のエネルギーもやがては尽きる日が訪れる。その次の目標こそ、水神がフォンテーヌ人を創造した時、その血管に原始大海の水を封じたと。うむ。フォンテーヌ人の血液はあのクジラにとって大きな魅力を放つものなわけだ。だから奴が大海を離れた後は大勢の民衆が集まる歌劇場がおのずと最優先の目標になった。さっきのってあいつをひとまず追い払っただけでしょ。回復したらまた陸地に上がってフォンテーヌ人を狙ってくるんじゃないの。ああ、むしろ奴はとっくに陸地に上がろうとしていたはずだ。今になってようやくその姿を現したのもあのファデュイの執行官のおかげだろう。疲れ具合から見るにクジラとどれほど戦ってきたのかは想像に難くない。戦闘鏡のタルタリアがあのクジラと腐れ縁があったことがまさかこんな時に役に立つなんてな。そういやクジラこそが予言にある災いの根源だって分かったわけだろ。なんとかしてあいつを倒せたら予言の実現を止められるんじゃないのか。もう間に合わない。私の知らない間に奴はこの星の大海の力をあまりに多く吸収してしまった。もはや星の大海そのものと一体化してしまいそうなところまで来ている。おそらくテイワット全土を滅ぼしてもなおあのクジラは生き続け他の世界を泳ぐことだろう。私は認めないよ。やれることは全部やった。元凶まで目の前に現れたのに、そんな時にこの相手にはそもそも勝てっこないだなんてずるすぎるでしょ。盛大な開演にこういうフィナーレはふさわしくないと思うな。何があっても最後まで戦う覚悟だ。予言の内容はやっぱり怒っちゃうのか。予言は当たるわ、必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある？テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。おそらく死刑執行の時間だろう。フリーナ！
だ君に聞くことが。君は。すまない、その驚愕の表情すごく好きだよ。思わず吹き出してしまった。君はフリーナではないな。一体何者だ。ああ、そんなに驚いてくれるってことは、つまり僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう、僕こそ魔人フォカロルスだよ。魔人フォカロルスがなぜ私たちを欺いた。ああ、無論僕の目的は君たちを騙すことなんかじゃない。本当に騙そうとしているのは天理さ。天理を欺く、あの予言のことだよ。面倒だろう、全ての人々は溶け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまりエゲリアがこの予言を僕に託した時、僕も思ったよ。これはさすがに難しすぎないかってね。予言のあのシーンは必ず起こるって分かってたくせにさ。同時に属性の七姿勢である彼女にはもう一つ分かりきっていたことがあった。天理を敵に回してはならないと。こんなの解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だってそう思うだろ。僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡になっちゃう頃に、ようやく僕はその唯一の答えを見つけ出した。天理を欺くことのみが予言が起こると同時にみんなを救える方法だとね。うん、僕って本当に天才。これもまさにエゲリアが僕を後継者として選んだ理由だろう。そういえば彼女はこの国を救う任務も水神としての責務も人を創造したことの原罪も何もかも一気に僕に押し付けたんだね。あ、でもまあしょうがないさ。なんといったって僕もかつては彼女の眷属、あまたの純粋精霊の一人だったんだからね。つまり君もかつてエゲリアによって人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り、人間になることはずっと僕の夢だった。今だって何の変わりもないさ。僕からすれば人間の存在そのものが美しい歌劇のようなもの。神になってから僕は作られたばかりの人の自分だけを残して、己の神格を体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのはその神格さ。それに対して人間の僕を、僕はフリーナと名付けたんだ。喜怒哀楽の感情を持つ彼女は、思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時は逃げる。彼女の長所は人間しか持たない長所、その短所も人間ならではの短所だ。僕の目に映るフリーナはまさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は本当の人間と全く一緒で、それこそ僕の理想の自分だったからね。その後僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を完成させるためにね。覚えているだろう、予言の最後のあのシーン。水神は自らの鎌倉において一人ぼっちで涙を流す。予言が実現した風に見えるように、僕はフリーナという役者を招き、
予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に、人間が持つべき幸せを享受することもできないのさ。例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に正真正銘のヒロインとなり、永遠に神の役を演じ続けるんだ。さあ、もう理解できただろ？君の法廷がなぜエピクレシス歌劇場という名前なのかを。だが、あのフリーナは所詮人間のはず。好きの命があったとしても、精神の強さは人並みに過ぎない。彼女にとって、これはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ。フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば、僕はちゃんと僕に謝らないとね。この500年は、彼女にとっては、この上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う過激だった。お茶会は淑女の必修科目さ。お茶会における礼儀作法を学びたいなら僕が教えてあげよう。上がっていいと言った？神フォカロルスとして僕に対する崇拝は理解しよう。だが規則を破ってはならないんだぞ。よかろう。君を罰するつもりはない。故に名乗る必要もない。さあ下がりたまえ。僕の演劇を邪魔してはいけない。ふん、とんだ冗談だな。君には感じられないのか？僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。僕はいつだって最も優雅で高貴な振る舞いを披露しなければいけないんだ。舞台アクシデントだ。心配せずとも守衛が対処してくれるさ。フッ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 
見ているんだぞ。守衛、守衛はどこだ。